くい。はい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 、どうも、ソエジマックスです。マックス、この間見たシンゴジラ、その、グッズ売り場でガチャを回してきました。もうどこでも回すよ、ガチャマシンがあれば。ガチャ好きだからね。バンダイのシンゴジラのガチャです。3つのゴジラがラインナップされてます。はい、2回目です。2回目、うっすら見えてんだけどね。開けてみます。あ、これは89年だな。よし、やった、かぶらなかった。イエイ。はい、気が来るのはこの辺にして、かぶっておりません。よっしゃよっしゃ、いいぞいいぞ。よし、開けよう。こうなると残り一つじゃないか。そうそう、こんな顔だった。ゴジラ対ビオランテとかの顔ですよ。尻尾はやっぱり二分割されてますね。89年ってビオランテだよね。見に行ったな。おお、でかい、やっぱりでかい。あー、いい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 、はい、でかいなあ。こんな形でした、ゴジラ対ビオランテ。まあいい顔してるな。ちょっと調べます。89年、ゴジラ対ビオランテです。ビオランテ面白かったよな。初代ゴジラ、はい、こっち初代ゴジラ。あら、並べるとこんな感じですね。やっぱちょっと差がありますよね。顔全然違うもんね。残りはだからこれシンゴジラだな。理想はね、次シンゴジラを引くことですね。これね、これね、何としてもゲットしたい。いや、これ並べたいです。